モリゴンマジック。でも機械の体だったら寒さなんて感じないんでしょ。それに長生きだって。ええ、部品さえ交換を続けていれば千年だって生きられるのよ。お父さんさえ生きていたら鉄郎にも機械の体を買ってあげられたのに。ああ母さん、あれ、山の向こうのメガロポリスに宇宙特急の最終便が着いたのね。これは素晴らしい。いつもながら見事な腕前ですね。今時 100% 生身の人間なんて珍しいですね。美しい人間だ。応接間の壁に飾ろう。チキショー、待ってて、お母さん必ず仇を取ってあげるからね。ここが機械伯爵の館？お母さんはここに連れてこられてるはずだ。待ってて、お母さん今助けに行くからね。違いない。お母さんはここにいる。もっとよく見てくれ、今日の獲物を。運が良かったのだ。この扉の向こうだ。
お母さん。なんだお前は。お母さん、僕はお前を許さない。許さなくてどうするというのだ。つまらん感情に動かされなければまだあとほんの数年は生きられるもの。母さんの仇を討つのがつまらない感情だというのか。どうやって仇を討つのだね。僕はお前を許さない。死んだって許すもんか。私のコレクションにそんな汚いものはいらん。骨まで燃やしてしまえ。やれやれ、せっかちな奴らだな。ここは、君は。私はメーテル。僕は星野哲郎。服に刺繍してあったわ。そうか。ところで君が助けてくれたのか。 いえ、私ではないわ。じゃあ誰が。今は言えない。でもいつか出会う日がきっと来るわ。そう。どうしてあんな無茶を。一足遅ければ殺されていたわ。機械伯爵に母さんを殺されたんだ。それで機械伯爵は。もういないわ。いない。じゃあどこに。わからないわ。探さなきゃ。取り戻すんだ。無駄よ。今のあなたでは敵を討つことはできない。やってもみないでわからないじゃないか。やってみたんでしょ。それに機械化人を倒すには機械の体になるか戦士の銃のような強力な銃でしか。戦士の銃。あのキャプテンハーロックが持つという。そう。宇宙にたった4丁しか存在しないと言われる。そんなの手に入りっこないよ。そうね。じゃあお金を貯めて機械の体を買うしかないのか。これがなんだかわかる。銀河鉄道の定期券。そう。この列車の終着駅は機械の体をタダでくれる星。タダで。ええ、あなたにその気があるならこの定期をあげるわ。本当かい。でもどうして。その代わり私も一緒にその星に連れて行ってほしいの。そんなのお安いご用さ。それともう一つ、
私の旅の目的や行き先は聞かないと約束できる？わかった、約束するよ。契約成立ね。発車時刻までそんなに時間がないわ。行きましょう。